ジャッキアップをしない場合のタイヤチェーンの取り付け方です。タイヤチェーン一式、輪止め、軍手を準備します。タイヤチェーン輪止めのご購入についてはお近くのトヨタ販売店へご相談ください。合金鋼チェーンスペシャルのセット内容です。プリウスを例にタイヤチェーンの取り付け方法をご紹介します。取り付け前の確認。前輪駆動車の場合は事前にハンドルを切っておくと作業がしやすくなります。パーキングブレーキをかけ、 P ボタンを押し、エンジンを切ります。輪止めはタイヤチェーンを取り付けないタイヤに対してしっかりと密着させてセットします。輪止めをしないと車が動き思わぬ事故につながる恐れがあり危険です。車両右側への取り付け方。線フックが車両前方かつタイヤ側になるようにタイヤチェーンを広げます。画面左側のように正しい状態で広げられていることを確認してください。タイヤチェーンがねじれていないかを確認します。タイヤチェーンがねじれたままでは取り付けができない場合やタイヤに傷がつく恐れがあります。またタイヤチェーンの寿命も短くなります。タイヤチェーンが正常な状態ではコネクターは動きません。タイヤチェーンがねじれている状態ではコネクターが上向きになります。ねじれている場合はタイヤチェーンをくぐらせて正常な状態にします。タイヤチェーンの線フック側を持ち、タイヤに滑り込ませながらかぶせます。ホイールなどに当たると傷がつく恐れがあるため注意してください。板フックが路面から5センチ程度浮くようにタイヤチェーンをずらします。装着アームを広げます。装着アームをタイヤの奥に回り込ませます。短いサイドチェーンの端を装着アームにかけます。サイドチェーンをタイヤ内側に引き寄せ装着アームを引っ張ります。サイドチェーンを線フック側に引き寄せます。この時、装着アームからサイドチェーンが外れないよう注意してください。装着アームからサイドチェーンを外し、線フックと連結します。
タイヤチェーンをタイヤに対して均等にかぶせます。サイドチェーンを最も貼られた位置で板フックと連結します。板フックとサイドチェーンの連結方法です。タイヤチェーンとタイヤの間に指が入る隙間があるときは緩んでいる状態です。緩んでいる場合はタイヤチェーンを板フック側に引き寄せ締め直します。タイヤチェーンとタイヤの間に指が入る隙間がないため、緩みがなく取り付けられている状態です。余りのチェーンは針金を使用し、サイドチェーンに巻き付けてください。巻き付けていない状態で走行すると、車両に当たって傷がつく恐れがあります。クリップの爪を外側に向け、サイドチェーンに等間隔で取り付けます。チェーンバンドを対角線上にクリップへ取り付けます。取り付けるクリップに対してチェーンバンドを引き寄せてから取り付けると作業がしやすくなります。チェーンバンドを取り付けないで走行するとチェーンが遠心力で膨らみ、車両に当たって傷がつく恐れがあります。チェーンバンドがタイヤの中央から見て均等になっていることを確認してください。もう一方の駆動輪、車両左側への取り付けは線フックが車両後方かつタイヤ側になるようにタイヤチェーンを広げてから同様の手順で取り付けてください。取り付け後、輪止めを外して試走行します。200から300メートル試走行したら締め直しを行ってください。